はいおはようございます皆さんおはようございますどうもこんにちは、えー、さあいよいよ始まりました伊達アップス2018、えー、今年からですね IT 部門の方去年までは、えー、ゲーム部門だけだったんですけれども今年から IT 部門も開催させされることになりました、えー、今回メインの m c を務めさせていただきます仙台グローラボ仙台理事の伊佐子と申しますよろしくお願いいたします、えー、本日はですね えー、失礼しました、えー。総合学園ヒューマンアカデミー仙台校パフォーミングアーツカレッジより、えー、橋本若子さんにサブ MC を担当していただきます。よろしくお願いします。皆様本日はよろしくお願いします。はい。なんかお友達にあの若子って呼ばれてるそうなので若子って呼んであげてください。よろしくお願いします。 ははいそれではですねこの d a アップスは今年度よりゲームだけではなく IT のコンテストも開催されることになりましたこの IT コンテストでは仙台市内の大学それから専門学校4校の学生さんたちが半年間かけて作ったアプリを審査していただきます。 テーマはですね社会課題を解決するアプリということでしてそちらの方を学生さん、本当に苦労しながらですねこの半年間作って,もら、えー、作ってくれました、えー、なかなかね皆さん緊張していると思うんですけどそこに学生さんいらっしゃいます、ちょっと皆さんで、ね、見てあげてください、<laughs> はい、すごいこの緊張した感じの顔をしてますよね。ははいそれではですね、えー、ぜひ 後ろのほうもです、ね、ゲームアプリとか実際に学生さんが作ったアプリなんかも実際に試すことができますのでぜひ帰りがけにでも遊んでいっていただければと思いますイベントのハッシュタグはこちらです。 ハッシュタグあるんですけど写真も撮れますので、はいはい、え僕たちはの真ん中この辺に常にいるようにはしますけれども写真の方を僕らも上げていただけると嬉しいですよろしくお願いします皆さんぜひ SNS でイタテアップスをツイートしてくださいありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、まずは本コンテスト開催にあたってはい、はい、仙台市経済局産業振興課長白岩康文よりごあご挨拶いたします白岩課長どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします 皆さんこんこにちは仙台産業振興課長の白岩でございます。本日は第4回仙台アプリコンテスト、テアップス2018に、これだけ多くの方々にご来場いただきまして、ありがとうございます。また本日は、仙台の IT 業界を牽引する豪華な審査員の皆様、そして仙台東北の若い未来を担う若いエンジニアの皆さん、 クリエイターの皆さんを応援しようと、ご協賛いただきましたスポンサー企業の皆様、地元の教育機関の皆様、ご講演をいただきましたさまざまな団体の皆様など、多くの方々に本当に協力をいただいております。この場を借りまして、心より御礼申し上げます。仙台市では、仙台東北の IT 産業を盛り上げるため、グローバルラボ仙台 GLS を立ち上げまして、 4年が経ちました4年前に立ち上げたときに、私、まだ担当の係長だった時代にです、ね、このプロジェクトを立ち上げて、まさかこんなにです、ね、4年続いて、しかも年々こう進化するイベントに育つとは思っておりませんでした。ただ、その方向はそういったところまで持っていきたいとは思っていたわけですが、これはもう役所が何を言ってできるものでもありません。 大学専門学校、30以上を超える企業、団体の皆様、そしてなんといっても未来を担う若手に投資、若手をです、ね、育てたいと、熱い思いを持っている皆様方のです、ね、おかげだと思っております。また、グローバルラボ仙台プロジェクトは、仙台市にとって大切なパートナーであります、北欧フィンランドオール市にあります、三間学の連携で行われました。 ゲームクリエイターそして起業家を育てるプロジェクトであるオールゲームラボというところとの連携がきっかけで始まりましたこれまで3年間はゲーム部門1本でやってきましたけれども今年から IT 部門を創設することになりましたこれも我々にとっても新しいチャレンジですけれども毎年ですね年々進化をするそういったあの場に育てていきたいと思っておりますしそれに合わせて仙台東北の IT 産業がが盛り上るるここととをを本当に期待をしているところですえ今日の IT 部門、これはあの市内のお、まあ、IT 企業の皆様から、半年間もみっちり指導していただきまして、えー、身近な課題を解決するスマホアプリをテーマにですね、開発に取り組んできて、今日その成果の発表ということになります。我々にとっても、そして学生の皆様にとっても、企業の皆様にとって、本当初めての取り組みでございますけれども、 皆様の本当に熱い情熱あふれるご指導と、何より取り組んできた学生さんたちのです、ね、半年の成果をぜひ皆様にご覧いただければと思います。この後もっと私なんかよりです、ね、もっと熱いメッセージを、グローバル・ボス仙台の GM、篠原の方からおそらくあると思いますので、私の挨拶はこの辺にいたします。それでは皆様、お時間の許す限りご観覧いただければと思います。ありがとうございました 次第は課長ありがとうございましたはい続きましてですね我らが GM、えー、篠原より、えー、メッセージをお伝えしたいと思いますそれでは篠原さん熱いメッセージをよろしくお願いします、えー、皆さんこんにちはありがとうございます <laughs> はい、えー、グローバルラブ仙台の、えー、GM 篠原と申します そうですねスライドを映していただけるといいですね。はい、えー、ということでですね、d a t e u p p s 2 0 1 8ようやくですね、われわれも準備をて、ね、昨日の夜中までやってですね開催する運びとなりました、われわれはです、ね、グローバル・もボ・仙台、先ほどもあの白岩さんの方からありましたけれども、フィンランドとです、ね、2005年より産業振興協定を締結しておりまして、それをきっかけとして、ですね、まあ、この仙台にフィンランドオールと連携した。 グローバル IT 産業を作ろうということで4年間僕らは歩みを進めてまいりました皆さんご存知の通りですね地方はこれから日本全国ですけれども人口がどんどん減少するというふうに言われています人がいないところにですねやっぱりですねいわゆる B2C の産業なんかはどん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 衰退してしまうんですねそういった形でですねどん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 人口が減る部分特にですね我々は えー、若者の流出、ここにですね課題をすごく感じています仙台市内の、えー、学生のですね、えー、流出度なんですけれども、えー、卒業するとですね大体約6割の方が、まあ、都市部へ流出するという、えー、データが出ております、まあ、それらに対して、ですね我々はですねこの仙台東北できちんと住んでいただいて、さらには働いていただく、そんな環境をです、ね、IT とゲームで作っていくことをミッションとしています。 えー、これからはですね日本はですね人口が減っていくので今までは国内で生産して国内で消費をするという流れの経済活動が主軸でしたがこれからはですね人がいないので国内で生産をしてさらには海外で消費をするこういった考えをでわれわれ仙台の事業主さらには企業家は意識をしなきゃいけないのではないでしょうかはい、まあ、これらを基づいてでわれわれはフィンランドオールとのパートナーシップによりですね 過去4年間歩みを進めてままいりましたそしてですね今年度6月にはですねアメリカ・シリコンバレーのシリコンバレージャパンユニバーシティというです、ね、日本のシリコンバレーの大学があります、こことですねグローバルパートナーシップを新たに締結することでですねさらなる IT とゲームの産業づくりグローバルでの産業づくりに励んでいきたいと思っています。はい 仙台経済のです、ねまあ、最大化、まあ、皆さん、もうご存知だと思いますが、仙台市はです、ね、経済局を筆頭にさまざまな、えー、活動をされています、まずはですね、起業家の育成、さらにはですね、今、既存の企業の収益アップ、成長、さらにはですね、いわゆる立地域海外からです、ね、企業を誘致する、これによってですね、いわゆる仙台市内のいわゆる会社の数を、えー、最大化し、さらには集積都市を目指す、こんな考え方を我々はしています。 まあ働くことと住むことというのはですね、必ずセットではなければいけないんですね。まあその中でですね、我々は人がいる街を、えー、作りですね、それをさらにはグローバルに仙台のブランディングをしていくということで、えー、活動させていただいてます。はい、えー、今年度の、えー、営みとしてはですね、石巻のですね、えー、まあ IT 企業イトナブさんと連携してですね、仙台と石巻の企業の 企 IT 企業説明会をです、ね、開催をしました従来の,です、ね、あの企業説明会というとです、ね、スーツを着てです、ね、なんかブースの前で説明を聞くみたいな話がありますが我々は、ね、仙台と石巻の企業13社をです、ね、連れてです、ね、なんとバーベキューをしながらお酒を飲みながら企業のです、ね、話を聞くというイベントをさせていただきましたさらにはです、ね、仙台市の取り組みで仙台 IT キャリアトーク 学校の先生がですね、やっぱりこの仙台の IT の市場をきちんと知っていただくということでトークセッションなんかを行いですね、そして東京でですね、仙台の企業の人たちがですね、東京でイベントを開催してですね、東,北東京で働いている東北出身者、まあ、こういった人たちのですね、UIJ ターンを狙うということでですね、イベントなんかも開催させていただいています。 はいということで,で、すね我々はさまざまな取り組みを今後も、えー、やって、えー、いきますし、さらにはですねまあ、グローバルという意味でのその連携というのもですねフィンランド、さらにはシリコンバレー以外とも、えー、広げて、ですねさらに仙台をグローバル都市にしていくという考えをですね、えー、確立していきたいと思います。はいで今回、ですね t e アップス、えー、i t コンテスト、実は初めての、えー、取り組みでございますが、えー、仙台のですね地元企業、えー、オフィスのある企業、 ドコモ、メルカリ、えー、エイジタス、えー、コンパス、マジカルコンパス、ラックビジョと連携をしまして、ですね起業家が直接学生に対して社会に根ざした教育をするということをやってまいりました、そのうちのですね、えー、4つのチームがですねこのあと、えー、プレゼンテーションを行います東北大学と宮城大学とさらには東北学院大学。 デジタルアーツ仙台この4チームがですね一生懸命プレゼンを練習してですね企画も練って開発もやってきましたのでぜひですね楽しみに見ていただければなと思います。はいということで僕からですね本日のプレゼンを行う学生にメッセージを送りたいと思います世の中は勝ち負けじゃないっていうふうに言うわけないですね。はい勝ち負けなんです 1>, 1位だけなんです注目されるのははいなので今まで半年間かけてやってきた力をですね思う存分、えー、この場所で発揮していただければと思いますそしてダテアプス p 2 0 1 8今回ですねなんと22社の、えー、スポンサーの方々にですねご協力をいただきました過去最高ですありがとうございますはい。 ということで、えー、ダテアップス2 0 1 8これよりです、ね、スタートさせていただきますが皆さんと共にです、ね、ここ仙台をさらには東北を、えー、IT とゲームの産業を作ってです、ねえー、活動していきたいと思いますので引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。ごご清聴どううもありがとうございました。篠原さん。 ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きましてですね、えー、仙台あ仙台でって言いますか、IT の世界でかご活躍されている審査員の方々の、えー、トークセッションに入りたいと思います。準備の方よろしくお願いします。はい、準備している最中トークをするっていう、はい、僕らのミッションがございまして、はいえー、そうですね、社会課題っていう課題が社会課題っていうのが今回 IT のテーマになっております。 IT で,です、ね、いろいろ解決はできることって多いと思うんですけれども例えば社会課題っていうと、はいえー、いろいろありますよね実際困っていることってどういうこととかはい困っていることあ,の、まあちょっとすごいちっちゃいんですけれどもその有料サイトとかに登録していてでも使わなくなった後って結局見ないじゃないですかあるあるでなんか1年ぐらいずっと使わないのにのその月額300円払い続けてたなんてことは3000円とか払った、ね、そうですありましたそ<う> <laughs> はい ね、そういうのも、とか、解決できると、確かにいいですよね。そうですね、ちょっと、そういうのは、欲しい、なんか、知らせてくれるアプリとかがあったら。あ、ちょっと。便利ですね。一年間払わなくて済んだのか。そうそうそう。目線いちいちチェックしなくていいです。はい、いいですね。はい。準備も、そろそろ、整ってますかね。はい。はい。準備の方よろしいですか。はい。じゃ、準備の方も、整えてましたので。はい。あ、それでは。はい。 準備が整ったようですのでパネルパネリストの皆様にご登場いただきます皆様、大きな拍手でお迎えください <music> まずは東北の未来を考え ICT を活用したまちづくりを推進する株式会社 NTT ドコモ東北支社法人営業部長山田博之様でございます 続きまして楽天市場の開発現場で活躍する楽天株式会社 EC ビジ,ビジネスエンパワーメント科シニアマネージャー南條徹様でございます続きまして文系出身で漫画家エンジニアとしてもご活躍されているチョマドことマイクロソフト株式会社デベロッパーエバンジェリズム統括本部 テクニカルエヴァンジェリスト千代田どか様でございます本日のトークセッションのテーマは、IT、業界の最新トレンドと欲しい人材ですそれではこれよりファシリテーターであるグローバルラボ仙台の篠原さんに進行バトンタッチしたいと思いますそれでは篠原さんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますどうぞお座りください さあいよいよ始まりましたトークセッション、なんとですね、えー、特にシナリオなしです、はい、こういうぶっつけ本番感が、えー、いいかなと思いまして、ですね、はい、今回、あのー、お三方ですね、審査員ということで、えー、来ていただきましたけれども、はい、山田さん、はい、どうですか、この伊達アップスの雰囲気は。 いやもうね若い皆さんの熱気あふれるこうなんていうんですかね熱い思いが伝わってきて、はい、さっきちょっと見せていただいたんですけど、はい、私もワクワクしてますはいこれからの発表ありがとうございます小和田さん仙台は結構何回か来られてますよねそうですね本当に、はい、仙台は何度か IT 関係のやつこれが 三四回目かな。三四回目。はい、全部 I T 関係のイベントでのお仕事だったので、本当に I T 関係が活発だなって、若い人が元気だなって本当に思ってます。素晴らしいと思います。あ,ありがとうございます。ダテアプズ、はい、今回ね初めてですから。そうですね。はい、これから先、はい、グローバルお世代がっつり関わっていただくと思うんで。うわあ<ひ>素敵ですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてどうしました。どうしました。<laughs> <laughs> あの触れていただいてありがとうございますね <laughs>、はい。ちょっとなんかあの四百五十一年前に母にもらわれたとこクがちょっと気に <laughs> <そう> <laughs> なる。ほど。<laughs> はい、これ分かる人いるかな。分かい。<laughs> 分かる人いると思いますよ。仙台 <laughs> なんで。はい。ありがとうございます。はい、どうですか、南女さん。南女さんも初ですね。まあ仙台のイベントは割といっぱいやってるかなっていう感じがしますけどはす、ねはい。はい。あの以前からあの開催されてることはちょっとあの知ってたんですけどはい、はい、実際あのお招きいただいて本当に光栄だと思 <laughs> あ。ありがとうございます。すごくなんかあの印象おしゃれだなと思って、あ、こんだけすごい完成された。 なんかこう式典になってるんだと思ってすごくなんかドキドキしてる結構な舐められてます <laughs> いやそんななことないです、はい。当たり前じゃないですか <laughs> はい。<laughs> ありがとうございますはいということでちょっとまずまずはお三方ちょっと簡単にですね自分のまあまあお名前とですねまぁ、あ、会社とどんなお仕事をやられてるかっていうところですね簡単にちょっと自己紹介をしていただきたいと思いますがまずは山田さんはい、はい、お願いしますはい改めましてドコモトーク社の山田でございますよろしくお願いしますえっと ドコモの法人営業部というところなんですが、皆さん何やってるか、どうでしょうね、あのまあ、企業のお客様に、企業の課題解決、まあ、働き方改革とかですね、まあ、そういったところに、モバイルを活用したまあソリューションを提供していくというのが、一つの軸なんですが、最近はそれだけじゃなくて、ですね、えー、農業とか、一次産業とか、あるいは教育、観光、それから防災・減災とかですね、 さまざまな分野で、また自治体様ともいろいろ連携したりだとかして、まさに今日のテーマでもある課題解決ですね、うはい、いうところを取り組んでおります。えー、まあ今年の,の下りをいっぱい喋ると長くなっちゃうんですけども、あのまあそんな中で私自身はもともとは NTT に、えー、平成元年に入社しまして、生まれも育ちも仙台なんですけれども、おうおうあのまあドコモができたの何年前か皆さんご存知でしょうか。 あのおかげさまで25周年ということで今安室奈美恵さんを、ね、一緒にあのイベントとかやってに最後にっていうのがあるんですがあのまあそういうことで,です、ね、25年以上ドコモとかと思いきや途中までは NTT だったんですね NTT から、えー、ちょうど加入電話って固定電話と携帯電話がこう数が変わった時期って皆さん分かりますでしょうか2000年なんですよ。にすね、2000年に数が逆転して でその時に私もドコモに転籍をして,してドコモに行ったとでその後ですねいろいろあったんですけど、まあ、東日本大震災があって2011年ですよねあの時に、まあ、たまたまあの仙台に、えー、お休み取って戻ってきててはい、はい、東京に帰れなくなりましてあ東京にいたんですかそ東京に東京にいた,にいた,いたんですなるほどなるほどでまあ福岡、まあ、家族もこっちにいますんで生まれも育ちも仙台なんで,はい、はい、で戻れなくなったんで、えー、だったらっていうことですね、はいあの 震災被災地の支援もさせてくださいみたいなことでやらさせていただいたのがきっかけで、なんか復興支援みたいな部署もやられてるんですよねですで東京復興申請支援室というのを2012年に作らさせていただいて、はい、そこからこう頻繁にこう来るようになって、はいで、こちらでさっき言ったような、あの社会課題の解決みたいなところもです、ね、やらさせていただいてるっていうところでございます。なるほどです,、ね、す NTT 一筋20何ですか え平成元年なんでまもなく30年ただ平成ももうすぐ終わっちゃうんで私も終わっちゃうのかっていう感じがしますがそうならないように頑張りたいと思いますしちょっと私が一人ね平均年齢を上げてるようなんですが確かにちょっとピンクの T シャツ着て頑張りますんでよろししくお願いますありがとうございますさあマイクロソフトチョマドさんもうツイッターやらフェイスブックやら SNS やらいろんなところに。 出られててはいおかげさまでねお忙しいと思いますけれど、えーえー、海外なんかも結構ね行かれてますよねそうですね現在あの日本マイクロソフトではなくてマイクロソフト本社レポートなのでよくアメリカの本社に行ったりとかいはいはいはいワシントンでしたっけえ、はい、と本社どこでしたっけ本社はえっとそうワシントン州のですよねはいそうレドモンドっていうところでシアトルの隣の隣はいはいでも、はい、基本的には日本に そうですね、基本的には日本におりますはいはい、どんな経歴なんですかチョバードさんってあ、そうですね、あの、えっと、2010… 4年に、はい、あの大学を卒業しまして<う>、はい、で新卒で大手の s i r に入りましてでもプログラミングができなくてつまらないので3か月で辞めましてはい、それでその後ベンチャー企業に入って、はい、ずっとモバイルアプリを開発するデベロッパーをやっておりまして「はいはい、であの、Azure いいぞザマリはいいぞ C はいいぞ」C、いいぞとかずっと言ってたらマイクロソフトから声がかかって<う>、はい、でそれであの、まあ、入社面接を受けまして。 でまあ、だから20年のじゃあ2016年の3月にマイクロソフトに入社したのでだから来月で2周年です2周年はい,はいありがとうございますなるほど、はい、どうですか海外なんかも結構行かれてますけれどもはい、はい、向こうでの活動なんかはどんな活動が多いんですか<ー>テクニカルエバンジェリストのなんかイメージをなんかぜひ皆さんにそうですね、まあ、大体 現在のマイクロソフトのテクニカルエバンジリストって大体役割が2種類あって1つがまあこんな感じのパブリックスピーキングでみんなの前で話すとか海外でもまあまあ英語で何回か登壇とかもまあそれもまあパブリックスピーキングの1つですねでもう1つがなんかセールスエンジニアみたいな感じでまあお客様の企業のかい課題解決などをコーディングをしながらお助けするっていう。 感じで、なるほどなるほど。その二種類をやってます。はい。なるほどですね。もう休みないじゃないですか。いやそんなもう。本当ですか休んでます？なんかまた海外行ってるなとかなんかまたいろいろと出てるなみたいなイメージですけど。おかげさまで今日もすごく楽しいです。はいありがとうございます。じゃあぜひ今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ラジオさんその久しぶりですね。てください。久しぶりですね。はい。 はいもうなんかしょっちゅう会いすぎてそうですよねはいもういよいよ個人オファーを出したっていう感じなんですけどはい南条さんは今楽天でまあ働けて仙台に楽天オフィスがあるそうなんですよあのなかなか知られてないんですけどだからイーグルスのイメージしかないからそうなんですそうなんですであの開発拠点をあの日本の各地に置いてあるかあの IT 会社ってなかなかないんですよねそうれほどねうんあの楽天株式会社はまあそのテクノロジー開発部門は札幌仙台 まあ東京そうなんですけど、まあ大阪、福岡、あと名古屋とかで今、まあ、あの大きな都市にはあの開発部がちょこちょこいるんですよね。はいはいはい。今それで仙仙台にはな何人ぐらい？えっと僕は楽天市場の裏方の結構システム開発をしてるんですけども、<ー>あの楽天野球団の仕事もしてるし、他のサービスやってる部部署も全部合わせるとまあ三十五から四十ぐらいの希望感のエンジニアたちがエンジニアたちがはい<ー>働いてますね。なるほどですね。 ちなみに南條さんもあれですか楽天一筋そんなわけそんなわけじゃないですよね。かあのー、生まれも育ちも僕も仙台ではい、はい、えっと大学卒業してから東京に出てまあ修行だと思って。はいはい、行ってえっ、ー、とそれこそまあ S. I. R. じゃないんですけどパッケージソフトウェアの商社みたいなところにあのー。 勤めたんだだしたんですけども、まあ、こうプリセールズエンジニアっていってあのお客さんにこのソフトウェアの紹介をする中でもう全然プログラミングのことをあの分からないで喋っていても信用が全然得られなかったんですねなるほどコーディングしなきゃダメだということで一年放棄して辞めてで普通のベンチャー企業同じように入ってゴリゴリ回その時は僕は PHP とかいっぱい書いてたんですけどもでいっぱい書いてすごくいろいろ足したようなお客さんのシステムを作ってから。 2018年ですね。はい、あ、違う違う今年じ年に <laughs> 年、そうそう。<laughs> はい、U ターンで戻ってきた先に、まあ仙台に戻ってこようと思って、はいはい、そしたらもうなんかラクのあの野球団買ったまあ数年後ぐらいだったんですけど、はい、まあ開発拠点を置いてもいいんじゃないかみたいな機運だったので、<ー>まあノックしたら入れてもらえたみたいな。なるほどですね。じゃあもう本当に U ターン人材が、ですよね。だから僕は,はん本当に U ターンの成功次郎。 自自でですすよってて負してるどうですか仙台の IT 界隈の、まあ、最近取り組みとかイベントなんかコミュニティなんかもかなりいっぱい増えてきたかなと思いますけど僕もですね実はまあ仙台出身じゃなくて横浜出身なんですようん、うん、で東京でベンチャーやってた時に、あのー、初めて実は仙台に日帰り出張で来たんですねそれが3.11だったんです なので実は東北に何の縁もないんですけども <laughs>、日帰り出張でたまたま行ったら、地震にあって、でそこから一回横浜に帰って、ベンチャーの会社の仕事やってたんだけど、ちょっとやっぱ思い立って、当時まだ若かったんで、これはなんか東北が俺を呼んでんじゃないかっていう勘違いをして、ですね2週間後にですね横浜でプリウスを借りて、ですね突っ走ってね、あの仙台まで戻ってきたんですね、それがあの仙台との出会いなんですけど、まあ割とその当時はなんか、まあ、IT、IT ってなんか言い始めてた頃で、7年前ぐらい。 で空いてるコミュニティもあるけどまだなんかその横の連携も取れてないしみたいな好きな人たちが勝手になんかやってる、まあ、イメージが割とあったんですけど今だいぶなんか団体もその目的とか方針みたいなものがそうです、まあ、すごく個人的な印象ですけども、はい、やっぱり仙台っていうのはもう死者文化っていうのがすごく根強くて東京とかまあ大阪とかまあ大きな都市にある本社のまあ死者があの仙台にありますよっていうような。 そういう企業誘致とかがまあ盛んだったのかな、まあそういう文化だったのかなと思ってるんですけど、まあ、最近本当に自社サービスとか自分たちで作って自分たちのブランディングで売り出していくよっていう会社さんがあの出てきたのかなっていう印象を持っていて、すごい重要ですよね。自社サービスね、はい、結構なんか東北ってやっぱりお話を聞くところ、まあ全体のやっぱり八割九割ぐらいはデベロッパーさん。 下請けの、まあ、開発どっかからお仕事をいただいて開発して納品するみたいないわゆるスタイルが多いっていう話なんですけどこれってやっぱり今後、これから厳しい時代が来るんじゃないかなと思うんですよ、まあ、他社に依存してるわけじゃないですか他社からお仕事がいただけなくなったら自走できないっていう意味では、まあ、ちょっとずつ自社サービスがなんか増えてきてるっていうのはすすごいいい感じはしますよね、はい、収益構造が他社依存ではなく自社だけでみたいな。はい そうですあとしかもその大手、まあ、うちもそうですけども、うん、うちは昔から自分たちのサービスは自分たちで開発するものだっていうコンセプトでずっとあの内部にお金のかかる開発部隊をずっと抱えてるんですけども、はい、他の会社さんですね、大きいあの、まあ、青,青い R さんとかほ、はい、の大きいところとかも、はい、最近、自分たちのサービスは自分たちで開発するんだってことで結構エンジニアの取り合いが起こってますので、はい、そういうところからしてもその時代の流れっていうのがその外注、発注するんじゃなくて自分たちで エンジニア自分たちのサービスで開発していくんだっていう流れに大きな流れになってるのかなという印象を持ってますね。なるほど。なんか楽天さんはもう本当に今突っ走られててねバルサとかにもあのメインスポンサー出したりと何億でしたっけあれ？えっと四百六十何億とったかサッカー中皆さんご存知ですかバルサ？四年か五年の契約で。はい。四百六十億ぐらいです。はい。ドコモさんはどうですかスポンサーは？ あの地道にやってと、地道に、はい、<laughs> はい。今はあれですよね。サッカーチーム日本だと NTT グループでアルディジャとかでしたっけ？そうですね。大宮アルディージャーは会社として応援してますが、我々仙台にいますのでベガルタ仙台もちゃんと応援してます。はい、ベガルタも楽天もスポンサーはしてるんじゃっけ？楽天野球団さんももちろん、あええ、あ,ありがとうございます球団としてですね。あの私も最初楽天野球団の設立の当初からですね、あの球場が 実は携帯電話入らなかった時がありましてですね。なるほど。え、それをやらさせていただくのが私でした。はい。なるほど。マイさん、ありがとうございます。野球さんをえファンになっております。はい。マイクロソフトさんとかもやっぱいろいろ出してですか。なんかスポンサード。野球の話です。野球じゃなくてもいいです。なんかスポーツとか。いやちょっと聞いたことありますね。聞いたことありますよね。あんまりなんかイメージないですよね。 もしかしかたらあるかもしれないんですけど少なくとも私は知らないなるほど、はい、了解です。ありがとうござじゃあぜひです、ね、お三方に聞いてみたいなと思うことがありますが、まあ、まさに今日のテーマはです、ねまあ、IT 業界の最新トレンドなんていう話で、まあ、最近だともう34年前ですかね IoT みたいな視野ももちろんでき上がって海外なんかはもうほぼ成熟しちゃってる感じはしていてです、ね、でさらにそこに追い打ちをかけて、まあ、人工知能みたいな。 形でですねまあ機械学習みたいな流れがまあき始めてるのかなと思いますがドコモさんの方でもなんかいろいろと IoT サービスとか特にこの仙台でもなんかやられてるみたいな話を聞いたんですけれどもなんかアンデックスさんとの連携みたいなお話水産分野にもなんか行かれてるんですよねその辺っていうのはどうですかはい、えー、どんなことであるんですかです、ね、先ほどのあのこちらにもてきたアンデックスさんって地元の、えー IT ベンチャーですけれども、そちらの三島さんという社長と一緒にですね、はいはい、あの東松島で、えー、海苔の養殖ですとか、あるいは牡蠣の養殖ですとか、まあそこに IT を使っていただくっていう取り組みをやってます。なるほどるほど。どういうちなみに何かセンサーというか、はい、でこれはですね、あのまあ今までまあ漁業をやっていらっしゃる方、特に養殖の方々っていうのは、やはりあのまあ関と経験でですね、えー、あるいは、まあ、お父さんお母さんから教えていただいた方法で。 あるいはの暦に従ってというか、まあ、そうやって、まあ、仕事をされていたそうですで今日もあの篠原さんが言ったようにまあ人口減少の中でなかなか担い手不足っていうねうお話があって特に一次産業っていうのはなかなか担い手不足まあそんな中で、はい、若い人たちもですねやる気のある方々がや,っぱやりたいって思いを持ってらっしゃってただその。 本当に熱意ある人たちはですね、毎日のようにこう海に行って、はい、海の状況はどうなの本当に海苔の養殖をしてらっしゃるあの相澤太さんってよくお話しするんですけどこの方も本当、えー、顕微鏡でその海苔の種をこうしっかりと見定めてです、ね、それを種付けして夏ぐらいにして、はい、まあそれが冬に向けてこう成長していくんですけど、まあ、その過程をこう日々といいますかまさに365日24時間、えー、すごく心配されて海に行ってこう見てるわけですね。はいはい 特にあの最近気象状況がこう変わわってるわけですよね、はい、あの急にこう雨が降ったりだとか本当今読めない状況で真水がこう流れてきますそうすると塩分の音がガクッ下がりますそしたら、えー、そののりを少し塩分のなるところに動かさなきゃいけないそういうのも、えー、今住んでるところも東松島、まあ、かなりこう被害を受けて、はい、まあ住むところとか仕事する場所がやっぱ離れちゃってるっていうのもあって車で行ってさらに船に乗って、はい、で海まで行って。 温度とそれから塩分濃度を測るこれ結構大変なではね移動だけでも。えー、でこれをまあちょっとした IT といいますか、えー、V ですね海によく浮かんでる船とかこう目印になる V ですがこの V に、はい、この下の方に温度センサーあるいは塩分濃度を測る計測をつけて、はい、で上のところにこう、えー、我々の通信モジュールをつけさせていただいて、えー、毎時間毎時間その状況を そのアプリケーションを開発していただいているのがアンデックスさんということで<ー>、えー、例えば今までだった監督経験だったのがカキ、えー、の養殖であれば例えばユリの花が咲いたぐらいに一回こう上に上げましょうとかね,ねかそういう営みだったらしいんですけども<ー>そうじゃなくて、えー、今函館未来大学の先生の知見なんかも頂い,いて例えば累積温度がどんどんたまって1 0 0度ぐらいになった それは温度であのアプリで見れますのではいはい、はい、1 0 0度になったらって言ったら今度上に上げるだとかはい、はい、しっかりとその知見に基づいた、はい、データに基づいたまさに海の見える化っていう<ー>まあそれをやることによってより品質の高い間違いのないそしてお父さんお母さんから教わっただけじゃないっていうねそんな取り組みにつなげて頂い,いてるっていう割とじゃ感覚のやっぱり生産管理をされている方たちが多かったところが。 まあそういった IO っていうセンサーを V につけて、まあ、温度とか塩分濃度を測ってさらにはいちいちその現場まで行かなくても家でスマートフォンとかタブレットで見れるみたいな、まあ、そういうことで、まあ、そのいわゆる船のいわゆる燃料とか移動コストとかそういったものも削減しながらっていうことすごいなんかいい字ですよねそれ仙台なうですねまさに東日本大震災から、はい、まあいろんなご縁から、えー、お付き合いが始まって、はい、まあそうやってひつ繋がったんですが、まあ、この絵が。 意外とそのノのリの漁師さんたちの口コミだとか、えー、ネットワークってすごいんですよねそれで今は、えー、と九州の有明海ですとか、まあ、そういったあ横展開が逆に西の方でもですね<ー>、えー、使ってみようということでむしろ東北よりそっちの方が今盛り上がっちゃってるんじゃないかっていう、ね、まあそんなふうに広がっていて日本はね水産業盛んですからね、まあ、かなりいい使い方をされてる感じがしますけど序間田さん なんか、今すごい注目されている技術とか、まあ、こういう業界とかこれから来るんじゃないかみたいなものってどうですかやっぱりこれからいっぱい来るだろうなって思うのは AI 系ですけどすでに来てますけど個人的に一番好きなのはあの Windows ミックスドリアリティ y って言われてるところで。 A. R. V. R. あるじゃないですか。はい、そのなんか中間みたいとか、その A. R. と V. R. を包含するような概念として。マイクロソフトはミックスドリアリティっていう概念を出してるんですけど。そ,ね、その、皆さんの中で、ホロレンズって聞いたことある人、どれくらいいますか。かマイクロソフトホロレンズ。ンズ使ったことある人います。触ったことある。あ、結構います、ね。えー、本当にすごい。で、さっき聞いたことある人って言ったら、半分くらいが手に入ってです。はい、はい、ね、はい、本当すごいなって思って、あれ、本社では。 なんか Nerd Helmet って言われてるんですね。Nerd ってこう、うん、何オタクはい、オタク、はい。お宅はい、そうあのギークってあるじゃないですか。はい、ギークはかっこいい方だけど、Nerd ってこういじめ、られっ子のこう、本当にパソコンしかやらないような人たちのことを、はい、Nerd って言うんですけど、はい、Nerd Helmet って言ったら、はい、あの、何ホロ、もうオタクしか持ってない。ホロレンズ。十三万円するんですよ。はい,はい、そうですよね。<laughs> はい、それすごい来るなって思ってて、なんかこう この辺の現実世界の中にいろいろオブジェクトこれ AR でもできるけど他はホロレンズはスペーシャルマッピングっていうなんかこう機能があってこの辺の空間とか全部認識して全然こうちょっとユニティでこうでやるだけでこう。 例えばリンゴとか落としたらこう椅子に当たったとかこうポって落ちるとかそういうのとかがこうピッてああんまこう計算とかしなくてもピッてやったらポってなるみたいな,なるほどね。言えない。<laughs> ピッてやったらポってなる。日 <laughs> 本語ありがとうございます。かかいいえー、結構あれですかそのどういうシーンで使われるみたいなところでそもそもホロレンズって開発されたんですか。すね、結構まあいろいろあるかなと思う。特になんか僕らが動画で見てると例えばえっ、ー、と産業機械のトラブルシューティングで。はいはい ホロレンズつけながらマニュアルをこの辺に出してでで、ね、いわゆるあのトラブルシューティングするみたいなのとか結構ホロレンズの動画を僕も好きで見てるんですけどそう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 ,そう何が違うってこう例えば VR とかだと完全にこう手元が見えなくなるじゃないですかで,す、ね、でもあのホロレンズだとあれあの半透明のレンズな,レンズなんですねだから現実世界が見えてその現実世界にオーバーレイするようにこうなるんですけどだからこうあとこう手なんでスマホとか見ながらだと。 こうちょっとこう手,手が動かさなきゃいけないけどこうホロレンズだとこう両手が開くのでこれやりながらこう例えばこうエレベーターの修理とかだとこの辺がおかしいよとかあとホロレンズは Windows10 が入ってるのでスカイプ立ち上げながらとかでこう作業できるのでこうスカイプの人にこの辺の自分が見てるやつをそのまま転送してそこちょっとおかしいよとか指導員がこうやってくれるみたいな,なんかそんなシナリオが。 なんか実際動いているやつですね。ね今もやっぱりあれですか。U. S. アメリカの方で結構メインでいろいろなビジネスも出てきてるんですか。まあ、日本だとまだなんか。まだまだ少ない感じはしますけどね。まあ U. S. <S US に比べると確かに少ないですけど、<す>ポロポロ出てます。なんかいい、はい、いい、そういうこんな会社さんでこんな例で。ホロレンズ使って、こんなことやってますみたいなのってなんかあります事例っぽいの、まあ。そう、不動産業でいうと結構あるのが、まあ、例えばこうビル建設予定地がこう。 今工事中で何もないけど、はい、こうホロレンズかぶったらこう見えるとかあとはこう家具とかでこう部屋とか行って家具どうしようかなっていう時にこうピータってオブジェクトタンスとかこう実物大のとか置いてみたりとかこうホログラフィックで置けるんですねそういうのとかをよく見ます。あなんかそういう意味ではじゃないグラフィックというかその家のレイアウトをする、まあ、デザイナーさんみたいな人たちもうまくそのホロレンズを使ってデザインをしていくみたいな空間デザインをしていくみたいな流れも、はい ちょっとずつ生まれ始めてるっていう感じですかね。そうそう、そうですね。はい,はい、はい、なるほどですね。はい、ありがとうございます。さあ、南條さん。はい、まあ、南條さん自身が今注目している、まあ、技術とか、まあ、こういう I. T. サービスとか。ね、<そう S 1> さっき、まあ、まあ、V. R. <す>ホロレンズ、まあ、ホロレンズとか、まあ、そういう話ミックストリアリティって話がありましたけど。 やっぱなんか人工知能の、まあ、機械学習ロボティクスとか、まあ、そういう文脈であの、うん、トレンド、まさにトレンドだなと思うんですけども、ね、まあ、一方で、僕が、まあ、そうですね、あまり語れる立場じゃないですけど、その。仮想通貨ですね。あ<ー>あと、いいですね。最近は、まあ、本当に。 よくあの聞こえてくるワードだろうなと思うんですけども、ね、楽天もあの将来的には、はい、クリプト化レンまあ仮想通貨でお買い物ができるような世界を実現を目指しているんですよねもう基盤ありますもんねポイントですもんねポイントで払えちゃうしそうですねもあなんかもうポイントも,なんかもう仮想通貨ですって言っちゃう。 のもどうな,んだろうなっただ,うんただその何、ね、て言いますかねそのブロックチェーンがどうのとかはい、はい、テクノロジーでその全世界的なまあ信頼信用、はい、中央集権的な信頼信頼。 信用管理はしてないよとかっていう意味合いでね、はい、まあビットコインとかそういうイーサリアムとかああいうところではまあちゃんとそういう機構に乗った、はい、あの仕組みでまあ流通というかみんなが利用しているところではあるんだろうなと思ってるんですけども将来ここ5年10年でまあ結局今ビットコインでじゃあ取引しましょうって言った時にそのブロックチェーンの解析だかなんだかとかでものすごい処理演算のコストがかかるよねと、はい、も,うもう何十分かかっちゃいますよとお金やりといたけど、はい、ね。 でも実用って使い物になりませんよっていう話はありますけどもうこれってまあ昔コンピューターがすごいね あのヘタレでもうハードウェアが超ロースペックだった頃今と比べられないぐらいあのハードウェアが全然追いついてない頃と同じような話なんですよもう5年10年すればもう本当にそういうハードウェアの革新がどんどん起きてきてもう本当にそういう仮想通貨のやり取りがもう信用のやり取りが瞬時にできるような世界にまあなるんだろうなというのはもう明らかだと思うのでまあ今後そういう世界が来ることを見越したビジネスとか流通チャンネルとかそういうのを 考えててやっていいた方がのかな人間はなんかあんまり何,何もしなくても, <laughs>、ね、もうシームレスに生きていけそうな気がするんですけどねだって認証なんかもさもう目で認証するみたいな話もうん、うんね、交際認証とかもあるし静脈認証もあるしうん、うん、みたいなもう財布いらねえんじゃねえかみたいなだからもう俺僕なんかは会員カードいらねえな<ー>みたいな,な,、ね、たいな思っててもう別にだから人で全部ユニークな ID 振っといて。うん 結局もう篠原にポイントがたまっていきますみたいな <laughs> 楽天ポイントもどこポ覚えてもみたいな <laughs> そうですよね,ねそれが全部の、ね、ところで使えれば、ね、いいですよね今までもなんか個別に加盟店開拓して導入してくるのがすげえ大変だったじゃないですか。 そうですよね情報まとめるじゃないですけど本当今の面白いなと思いましたが自分に情報がどんどんたまっていくポイントがたまっていくっていうのはどこか一極にその情報があるんじゃなくて世界に分散されているわけですよね分散されてどこかの濃度が落ちたとしてもちゃんと篠原が100ポイント持っているよっていうのはどこかで担保される未来、英語そういう世界ねどうですか、嶋田さんなんかその辺で仮想通貨とか今お話出ましたけど。 仮想通貨買ってますいやいやいやなんか友達が大爆死しててすごいかわいそうだなって私その仮想通貨手出しないのでよくわからないんですけど、はい、なんかすごい世界だなって思ってますあの辺についていける人は本当に頭がいいなって思ってて尊敬してます。ねね本当に、ね、<laughs> もう 全部本当にバーチャルになっていくんじゃないかっていうちょっとね,ねすごいかっこいいなって思いますね本当にアマゾンのダッシュボタンもそうだしなんかパナソニックが開発した洗濯機が畳まれて出てくるね IOT IOT だからまあそういった機械技術もそうだしねなんか人間は本当に何もやらなくていいんじゃないかなってなんか思い始めてる節がありますけどはいまあちょっと話をちょっと変えてですねまあ今日はあのデータアップスまあ2018ということで学生が 東北の学生がプレゼンすするコンテストなんですねでこれグローバルの仙台としてはどんな意図を持っているかというとです、ね、さっき言った通りそり若い人たちが6割、仙台から流出してしまうとで、まあ、仙台からはもう東京に行っちゃうんですよ、みんなで他県の人たちは1回仙台に来るんですよ。 いわゆる東北の他県の人たちだから二段階流出みたいなイメージがあって僕は仙台をいわゆるダム機能として集積都市としてダムを作ってですねここでせき止めて仙台できちんとした産業を作ってからもう一回いろんな地方と連携してっていう流れを作りたいなと思うんですけどまさにですね東北の学生が今日発表するわけですが皆さんそれぞれの会社で人事なんか直接的にはかかってないでしょうがこういう人材欲しいなみたいな話が多分いろんなところで。 あのえー、と話を聞くこともあると思うんですけど南條さんの会社っていうのは今、まあ、楽,楽天さんなんかいち早くユニクロと一緒で、あのーね、公用語を英語にした <laughs> わ大変で <laughs>、ね、僕あの楽天のちょっと執行役員の友達ですて、ねはい、英語にして何がよかったですかって言ったらです、ねあのー、ミーティングは短くなりましたみんな英語できないのでって、うん、最初はなんかそんな話がちらっと出てたんですけど今どうですか仙台のの拠点でも外国人の いや、本当そうですね。僕の部下でも、えっ、ー、と、二十日十人ぐらいはもう外国籍の方。二十日十人、もう半分、半分以上ですね。<ー>すね日本人と会話するけど、日本語。 日本人と通するのは日本語です。それはもう。うん、もあの、そうですね。もうちょっとなんかこう上のレベルのなんかミーティングとかになってくると。はいうん、英語をデフォルト英語でやらなきゃいけないんですけど、どね、まあ現場のミーティングとかは日本語ですけどねはいはい、はい。どう、どういう人材が楽天さんって今求めてるんですか。なんか僕なんかは、ね、まあもう出生率が。上がっていかないから、うん、日本はね、まだ。それはもう本当に外国人留学生が日本に結構来てるじゃないですか。代表でも。それをね。 きちんと、その地元の仙台の企業東北大とか宮城大とか学院大とか、みんな留学生来てるんですよ。これが。自分の国に帰るんじゃなくて、うんうん、仙台で働くみたいな流れになれば。僕はなんかその人口減少っていうのは、一つ。 軽く歯止めにはなるんじゃないかなという気がしてるんですけど。そうですね。まあどれだけのマス取れるかって話もあるかなと思いますけど、エンジニアって文脈だとななんかあの人種的に結構特殊な人が多いので。なるほど。なんかこう自由人が多いんですよね。まあね日本とね海外の働き方もねやっぱり違うですからね。この間来た書類選考で、あの MIT の人から仙台に住みたいからちょっと探してたらここがあったから応募しみたいって。MIT から来るのとかって。それは。 面接ですか?。したんですか?。えっと、これからなんです。これから。いや、びっくりしましたよ、なんかも。すごいですね。だいぶ自由だなと思って。しかも、仙台。仙台、そうですね。どんな人材が欲しいですか今。まず、そうですね。今、先ほどあった、あの、英語公用語化の話もそうなんですけども。何かで、大きな壁が出てきたと。公用語、英語です、明日から。なので、皆さん、トイッ800点取ってください。会社が言い出した。大きな壁が目の前に現れたときに。まあ、諦めないで、乗り越える、ぶち破る。 要するにあのたかが英語って社長本出してるんですけども,もう英語たかが英語で何やってんだよとそんな,なんかもう勉強してやらもうクリアできるようなもんでしょとそういうマインドで言ってくださいよと、うん、であのでなんかこチャレンジにものあの物おじしないような人っていうのはもうベースラインとしてはやっぱり欲しい人材ですよね,ねもう物おじしないみたいな物おじしないですね、うん、まあね割とね遠くの気質なのか 前に出るっていう人が僕なんかは少ない気がやっぱり来た時はしたんですよね。さっき南條さんの話の中に自分の会社の中でしっかりと開発をして自分の会社を強くするって話があったんですが一方私たちはどちらかというとさっきアンデックスさんって話もあったんですけどむしろ。 他の企業と一緒にタイアップするってところもですねやっていこうかなって思っててでそれを今我々の中でプラス D って言い方してるんですよ<ー>あのドコモの小文字の D にね、はい、前にプラスをつけて、まあ、我々が最初はなくてお客様に我々がくっつくだからプラス D ってい言い方してるんですけど,ど,どまあ要するに、まあ、いろんな企業の皆様とあの一緒にパートナーシップを作って<ー>、えー、何が新しいにさっき言ったようなあの水産部員みたいなやつを作っていこうなんていうコンセプトではいはい、はい 開発費みたいな投資してんですか最初は投資<う>お互いに投資をし合っそれはでもめちゃめちゃ地元企業からするとありがたいですよねやっぱり資金繰りってめちゃめちゃやっぱりベンチャーもそうだし立ち上げ段階で大変な、うん、そういう大手がきちんと協業でお金を出してくれるっていうただからお互いにねやっぱりその、はい 出す上にあたってはビジネスモデルを作っていくだとか、そのプランニングもしないといけないし、コミュニケーションをしあわないといけないわけですよね。勝手な思いでやるわけにもいかない。だその時にやっぱり必要なのはやっぱコミュニケーション能力っていうか、あの相手がどういうふうに思ってらっしゃって、どういうところが我々が必要なのかっていう、しっかりとこう会話ができることが大事だと思うんですよ。すね、さっきあの遠くの人ってね、少しこう何度ボク突というかね、あのあんまりこう喋りができないみたいな話もあ <laughs> まさに。 我々も東北の学生の大学推薦までいただいた学生の,、ね、あの人たちをこう上にこう上げていくんですけどはい、はい、学内ではすごく優秀で、まあ、確かに頭もいいっていう方はよく会うんですけどただ最後にねさっき何、ね、その話もあったかもしれないですけど熱い思いとかねチャレンジングなところとかはい、はい、そこがねうまく。 表せられないいっっててうか本当は持るんですよ絶対遠くの人って伊達政宗みたいにね多分熱い思い絶対持ってるんだけどなんかどっかでこうそれを引っ込めちゃうっていうかそれもったいないなと思ってだけど地道に付き合うとすごくそれがよく分かるしお酒飲めばねそれが一番よく分かってするんだけどねお酒飲むとねみんななんかよく喋るなっていうだけど面接の場でお酒なかなか飲めないんですね いいん逆にドコモでも面接はお酒飲みながらまあだめなら年齢的にあれですけどそれ結構なんか俺メディアが騒ぐと思いますよあの硬いドコモさんがみたいななんかやっぱりイメージが LTT グループ堅いイメージがあるんでお互いだから我々ももうちょっとねそういう雰囲気を作んなきゃいけないんだと思いますがそういう今日のプレゼンなんかも期待しますけどどれだけやっぱ自分をアピールしてねチャレンジングの熱い思いをね 言えるかかってそこが大事かなと思いますすねね、まあ、あれですよ、ね、だからぶっちゃけ技術もそうだしビジネスもそうだしやっぱり社会人になってから学ぶ要素の方がやっぱり多いですよね,すねだからまあ学生の時は僕らがもうとりあえずもう海外でも何でもいろんなとこに行っていろんな人と会って僕はねいろんな人生のパターンを見ろって言ってるんですよ。 だ俺みたいな変なやつもいれば山田さんみたいにガッと実直であの、ね、な何十年もあのやられてきた方もいらっしゃればっていうやっぱ人それぞれ自分がよければ僕はいいと思うので人生って、まあ、そういう意味ではなんか、ね、そういうふうにガンガン,ガン外に出て遊んでいろんな人とコミュニケーション取ってもらいたいなとまさに本当に山田さんと同じような考えを僕も持っています、はい、じゃあチョマドさんはどうですかね、まあ、学生、今から社会人になっていくという意味で。 まあ、こんな人が欲しいなっていうのもそうだしこんなことやっていてほしいなっていうのもそうだし、はい、それはあの会社うちのマイクロソフトの目線の,、はい、あのビューと私個人のビューの2つがあってはい、はい、まずマイクロソフトとして欲しい人材としては、はい、すごく今よく言われてるのがグロースマインドセットっていって、はいまあ、つまりも成長する心持ちっていいんですね。はい、それはなんか本当に まあお二人が言ったことと大体一緒なんですけど、はい、まあ要するに失敗を恐れないでチャレンジをしてくださいっていうことで、うん、チャレンジしないと成長しないんですねであとよく言われるのが成功だけを積み重ねるっていう人ってと,とてもこう危ないんですよです、ね、成功だけやってると失敗することが成功だけやってると新しいことに今までと違うことをすることが怖くなっちゃうんですよだからもう失敗ばっかりしてる人の方がなんか。 いいいんじゃないみたいなむしろねあの極論を言うとでも海外の割とそうですよねなんかあのそうそう投資家なんかも、うん、そのいわゆるその企業の CEO は失敗が多い人の方が投資をするみたいな流れもやっぱそう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 本当そ,の通りそう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 そそうだから本当に失敗は成功の母ってよく言うんですけど本当その通りで、うん、もう本当に失敗を恐れないでどんどん新しいことにチャレンジする人が望まれています本当グロースマインドセットってよく言われててその通りです、うん、であと私個人のし のなんか目線としてすごく大事なやつが私の先輩あの会社に先輩がいてその人がよく私に言ってるのが「Follow your heart Follow your passion」っていうんですね。つまりこう なんていうんですか。まあ、お二人が言ったように、やり、やりたいことやって,って。うん、そう、やりたいことをやるのが一番いいんです。情熱があることをやるのが本当に一番で。なんか、や、やれって言われたから、仕事は辛いものだと、うん、なんか日本人によくある。なんか。仕事はなんか辛くないと、なんか働いてる感がないとか、私、ま一、あ、社目がそうだったんですけど、<laughs> まっすぐ辞めちゃった。<laughs> <laughs> まそう、あの、やりたいことだけやるのがいいんですよ。例えば、私。漫画家も兼業してるんですね。副業で漫画家やってて、それは高校の時に。うん まあ、分かる人は分かる BL サイトを持っていましてですね BL の絵をばっかり描いてたんですねそのうちに今の画力が上がったわけですよでずっとそれで描いていってで副業で漫画家やってたらだんだんフォロワーが増えてきて今ツイッターでフォロワーが3万6千人くらいいるんですけど、はいまあ、その影響力も一緒に買われて MS から声がかかったので結局やりたいことをずっとやっていくのは。 何かにつながるんです、うん、一番自分がパフォーマンスを出せるのは、はい、やりたいことをやってることる、ね、だから、まあ、要するにまとめるとやりたいことをやってくださいっていうのとグロースマインドセットを持ってこの2つがとても大事だと思っています。なるほどですね、はい、ありがとうございまますいいいいにととめててただうことでそろそろお時間なので最後ですねこの後あのプレゼンテーションを行う、えーまあ、学生にですね一言だけ応援メッセージを頂い,いて締めたいと思います。まずはじゃ山田さん はいえー、さっき言ったように今日プレゼンも期待してるんですがあのどれだけやっぱり現場のニーズにこうしっかりね目指したものかなっていうところも期待してます、まあ、我々もいろいろ現場にご提供してるんですがあの今福島でタブレットとか使っていただいてるんですけどあのおじいちゃんおばあちゃんたちにタブレット使っていただいてねで我々としてはすごくいいなと思ってご提供したんですけど結果としてどうなったと思います、ね、最初、えー、鍋敷きになってました <laughs>、えー、そんなこともあったわけですよ要するににこっっちが、ね、どんないいい思思だと思って ね。ご提供してもやっぱ現場の人の立場になって作って、そしてしっかりとこう。それを何ですかね。使っていただける継続する仕組みっていうのをはい、はい、今ようやくそれができて、はい、あの今双葉町とか、はい、あの福島のその原発避難の皆様にですね。はいはい、使っていただいて喜んでいただいてるんですけど、はいはい、まさになんかそんなようなね。あの視点もぜひ期待したいと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょまどさん、はい、最後に学生にメッセージを！ いや、もう、楽しんでやってください、それだけですね。はい。ありがとうございます。はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃ、あ最後。はい。勝手政宗です, <laughs> ですそ,うそうそう。政宗 <laughs>、はい、政宗がちょっと。はい、あの、そうですね、あの、さっき、小松さんからもあった通り、その失敗。えー、っていうのは、本当に、こう、自分の糧になるものなので、まあ、今日の結果がどうであれ。はい、ものすごくいい経験をされてると思うんで。まず、その、今まで半年間やってきたことを、はい、まあ、全部、ここで、あのー、なんなんだ。 はき出します。てもらってそうで、ね、もうパフォームしてもらって悔いのないようにやっていただければなというふうに思います。はい。ありがとうございます。ということで,ですね、お時間になりましたので、えー、以上持ちましてですね、審査員お三方のですね、とのトークセッションを終わりにしたいと思います、えー。審査員のお三方にはですね、この後プレゼンテーションにのですね、審査も努めていただきますので引き続き。 どうぞ最後までよろしくお付き合いをお願いしたいと思います。ということで皆さん、えー、拍手でお願いいたします。どううもありがとうございました